プロス皆さん、ミルズ・ザ・ナイトです。今日はちょっと久しぶりのビデオを作りましょう。日本語の版で、今はちゃんと全部のギアが使ってるので、今年の始めるの時よりいろいろアップグレードにもできたので、やっぱりビデオ作らないといけないと思ったんです。じゃあビデオを始めましょう。今とは、ミッチのヘルメットは最初にはだいたい本物とか簡単とか、カメラはここに載せるとか、それとこれはだいたい簡単安いのフェイスマスクで、かわいい、これなので安いのでやってなくて、柔らかいと、その柔らかくので、このヘルメットのストラップは邪魔しないの、素晴らしいと。マスクはちゃんと鼻と歯と口が守るから上等とか、メガネは ESS のサプレッサー。このサプレッサーはだいたい赤いのは、そんなに見やすい敵は、グラスは見るとそのキラーがあるので、まあこれはそんな問題があまりないと。その赤いは動けるのものはちゃんと見えると、次敵を見つけるもうカムフラージュで。今のジャケットがつけてるけど、これはだいたい安いの2000円のやつでも、このデザインが面白いと。本物のこの同じズボンと緑があるんですけど、郵便が超遅いからまだ待ってるので。意外にはソーレンズのミニマチクチクコムズと、よく小さいの音うるさいで聞こえると、大きいの音はもうこう静かになると素晴らしい。本物の拳銃の使うのやつ、それまだパンパンながら誰か喋ってるとまだ聞こえる上等。それはだいたい頭の設定とか、まだ NVG が何もないから、T シャツとかプレートキャリはまだ LBT 1694番プレートキャリアはだいたい素晴らしいと。カンブルバックがつけているとコムズ続ける。ターネケットこっちにチートマルのマグジンは6個ちゃんとハンドガンじゃなくてライフルがいっぱい使うので、今この普通のカバーじゃなくてこのバンジーに入れました。このバンジーはすごくもっと使い早いと。もっと早いはクライデックスだけど、それは高いから、このままでこれは準備セットすると銃でパンパンパンとすぐに取られる。よし、ちょっとアイファックのいろいろのバンデージとか命守るのためのやつがいっぱい入ってると、もう一つのチートマルのトネケット、ちょっと大切なものですから。後ろにはこれの設定ですけど、マガジンポーチは2つ、それは自分が使えないから、それはチームの使うのマガジン、もしかしてチームメイトはマガジンなくなったらまだ2つがあると。6がだいたい多いから、実際のゲームになればもしかしてマガジン問題になれば、この残り右の2つは簡単でチームにあげるから、チームプレイヤーですねこの袋はちょっと短いしたんですけど、その下のフラップはだいたいプレートキャリアより長いと。それでちょっとフォルドとその前の森から入れた後また戻したと、それからジュップの感じ、もう前よりもっと短いとちょっと小さくになったけど、そんな感じで今のグレネードベルトは邪魔しないから、そうグレネードはよくあると。前にはこれは長いから、グレネードにもカタカタするとか、そのマジックテープにも取られるといっぱい音作るので、これしないといけない。グレネードはこの左の使いやすいの方にあるので、もうちょ
よく見えないですけど、この方でマジックテープ、よし、セット。グレンデはよくある。今このキラキラのロックとかフックのは3つ、このダンプパーツはこの右の方にあります。このパーツはグレードにあまり邪魔しない、まだ急行がよく持てると。パーチはただマガジンとかグレードシェルに入れるけど、一番大体使いやすいの技は手榴弾。手榴弾はダンプパウチに入れたら超使いやすいになります。いっぱいの人はダンプパウチがあまり好きじゃない、大きいとあまり何もしないけど、グレネードはパウチの方があまり上等じゃないと思う実は。それでパウチじゃなくてダンプパウチに入れたら、マガジンがまだ早いに一つだけ使ったと敵は建物の中にいれば、そのままでグレネードに取ってピンとかハンドル取って、もうそれからポケットの方で入れるわ一番安全ですね。これはだいたい2個がありますから、敵は倒すづらいの場所に一番使ってもいいと思います。それと水の鎧がちゃんと入ってると、建物の中からそのソルモンの靴は今はあまり使ってないから意味ない。今はせっかくに果たし、じゃあ次は銃の話しよう。まあね、ちょっと使いづらいのでハンドガンがあるのオプションですけど、ハンドガンは全然使えないと。ちょっとだけ重い、本物重いじゃなくて、でも重いプラス重いプラス重いプラス重いは重いになります。それはハンドガンは全然ゲームにあまり使わないと、上等ですけど使えない。グレネードローンチャーは一番素晴らしいと思います。それでいつもの SR16 グレネードローンチ付きドットサイト、軽いの方で今使っています。ピューピュー、こっちの方でライトに入れるけど、このライトのでちゃんと眩しいと、その眩しいからこの左の方に入れると、最初にこれを取ってと、スリングキャリアはちょっと短くしてとライトには邪魔ならない。でもデイゲームならばライトがまだ必要ないから、そのままでつけてオーバーとプシュ、準備 OK。じゃあ SR16 とかネイロランチャーがそんなに重くないとかには超軽いの設定があります。それで開けるとネイロランチャーでまだあまり重くない、でも超使いやすいと、パパパパーンと左のコーナーに切ってとパパパパーン使いやすいです。つまりそれと何か必要なれば動けるとか、そのままで左に設定キャッツに遊ぶあげるとか、よいしょ、これが一番好きの銃からハンドガンあまり必要ない。グレネードランチャーはスーパーショットガンの感じから、何でもかんでも建物に入るとすぐにこっちからこっちになる、敵を探せと見つけたら素晴らしいと。これはちょっと重いの設定ですね。プレート系では鎧入ってるヘルメットが重いとか、まあ僕は大体大丈夫ですけど、もしかしてもっと軽いのスタイルになりたいなれば、それもオプションになります。だいたい
まあプレートキャリアなしとヘルメットなし、そのままでマスク、メガネ、まあヘッドセットはカメラ乗せるできるので、もう一つのオプションはこのショットガンでございます。シェルは後ろに6個、横に5個、の中には1個、ちゃんと使いやすいと他のマガジンと何もいらない、ショットガンのみです。ショットガンからバン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 開けると新しいシェル入れて、バン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 開けると、パッチはちょっと、あ、パッチはちょっと面倒けど、そのままで落ちると後で取れる。パッチは右の方で落とちょっとので、交換すればシェルはそのままでスイッチにと新しいのに入れて、もしかして時間あればその時は取れると、パッチに入れて押し続ける、パンパンパン、よし。で、引いたいその話です。ふぅ、また暑くなってるね。台風が終わったからちょっと涼しいになったので、でも台風終わったのまだ暑いと、カーも出ると、カーのやつは全然好きじゃないので、でもギアのアップデートはそう思う感じと思います。右はアイパックが一番使いやすい、何か手が気づいたとかすぐ開けると、ピシ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 、はあ、シュッと。このヘルメットがいろいろがあるんですけど、そのままでこれにとってヘルメットがれ、シュッ、涼しいになってる、早いね。いや、それから次はマスク、マスクに取る、あげる、と、安全。それから次はヘッドセットけど、これは取ると、はあ、いいね。これはどこにも下ろしてもいい、そのままとか、まだなんとかクリップがないけど、クリップが何か必要だね。まあ、それか、そのままで取れる。ここに入れると大丈夫ですね。まあでも騒ぎがやっぱり楽しいですね。今の仕事は日曜日休みあまりないけど、またすぐ行きたいな。じゃあ11月19日の日曜日、皆さん一緒に騒ぎしませんか？ No! Stop that right now! じゃあこのビデオはお久しぶりので、みんなに騒ぎ楽しみ、一緒にやりましょう。日本語がちょっと疲れる、今日は休みでも毎日日本語、声も疲れて、じゃあ、もうその時か。じゃあすぐ明日すぐ早いの仕事があるので、皆さんよく寝てください。ちゃんと8時間寝て、元気になって強くになって頑張りましょう。じゃあ大体皆さんお疲れ様です。チェアス。